17日火曜日、この時間は我々クリーピーナッツがお送りしてまいります。はい、よろしくお願いします。いや、8月最終週ですね。そうですね、やりました、はい。学生リスナーの皆さん、残り少ない夏休み満喫してくださいよ。もうあとちょっとやからね。みんなには、素敵な未来がきっと待ってますよ。そして社会人リスナーの皆さん、日々辛いことも多いでしょうが、一緒に頑張っていきましょう。あれ、そんなラジオやった？リスナーの幸せが僕たちの幸せです。みんな愛してるよ。ちゃう番組。さあ、ヒップホップニュース参りましょう。クリーピーナッツの DJ 松永が DJ の大会 DMC ジャパン DJ チャンピオンシップ2019ファイナルで優勝しました。これ言いたかったよな。これは早く言いたかったんや。これはすごい、すごすぎるな。これ信じられないニュースが届いた。これはやばい。どうした、これやばい。号外だ、号外だ、号外。やばい、このニュース見ろ。これ、これはこれでバレるから、自分で紙動かしてんの。これやばいな、これすごいな。こんなビッグニュースがね、クリーピーナッツ同じ日本テレビで届けられると。これを早く言いたかった。すごいね、これはね。もう落ち着け、お前落ち着け。言った、お前がな。言いたかった。あの、どうどうどう。いや、もう本当にちょっとお前がみんな舞い上がってる気持ち分かる。でもとてつもないビッグニュースが舞い込んできたな、確かに。ただ俺が言ってるのはどうどうどう。まあ、DMC という大会ピンとこない方もいるかもしれません。説明しておきましょう。まあ、お笑いでいうとこの M1 です。まあまあね。まあ、俳優でいうとこのアカデミー賞。まあ、アスリートでいうとこのオリンピックですか。まあ、まあ、博士の人たちでいうとノーベル賞。博士の人たちって何。博士の人たちってめちゃくちゃアホやん。博士の人たちでいうと。だって分かんなくない。あいつらの総称確か分かる。博士とかでしょ、ノーベル賞って。確かに博士の人たちとかでしょ。まあ、DJ 界の M1 であり、アカデミー賞であり、オリンピックであり、ノーベル賞であり、アメリカ大統領さんです。それはちゃうって。それはちゃう。アメリカ大統領、大統領選ではないの。DMC 大統領選ではないよ。つまり、何が言いたいかというと、すごすぎるんですよ。すごい、圧倒的なのよ。これすごいよ。すごいですよ。すごい、もう確かにめっちゃすごい。これもうあからさまにすごすぎて怖いよ。これはもう、うわ、やばい。もう、あー、もうすごすぎるよ、これもう。怖いよ、これ。分かった。あー、いや、すごいよ。すごい、すごすぎる。これもう、あー、これもう、もう松永がこの世で一番すごいと言われてます。人類の希望です。もう分かった。行くわ、落ち着こう。お前が始まってからずっと、あの、大丈夫だから。いや、ラジオは逃げないから。一回落ち着こう。ずっとやる。お前が一回座って。いや、座ってるわ。一回座ろう。座ろう。あの、リスナー一回座って聞こうよ。みんな座って聞いてるわ。みんな完全にさ、自宅内で立ち上がってさ、あの、お母さんに怒られるから。シンク一回落ち着こう。確かにみんな慌てるよな。まあ、慌てる慌てる慌てる。でも、こっちが祝うから大丈夫です。え、そのあんま自分で祝う方がいいです。すごいすごいとか。いや、ほんますごいと思ってる。俺もリスナーも、マジでおめでとうって。何やったらちょっとね、松永がはにかんでるぐらいで、俺らが松永おめでとう、やめろよぐらいの感じで思ってたのに、自分で言うからいっぱい、俺すごい俺すごいなって言ってるやつあんま祝われへん。高畑充希さん、そんな僕と結婚しませんか。いや、やめとけ。するわけないやん。するわけない。もっ、言うてん、ね、も、 いや、もったいないよ。嘘、今松永さんやってること。もったいない。俺今のオープニングの俺、もったいない。その、そうじゃなかったらすごい祝えたのに。わかるやん、この日本人の国民性みたいな。そうだね。あんま俺らなってるやつはやけど、なんかちょっと謙虚な方が祝いやすい。あ、本当に、うん、ごめんごめん、ちょっとあの、アメリカ直輸入の文化で優勝したから俺。ヒップホップの DJ の大会で優勝。 DJ でアメリカ直、アメリカの文化で優勝したからだから大統領選とまで思ってしまうぐらい。例えが全部アメリカになっちゃってる。反応、リアクションもアメリカだ。そう、まあでも一回 OK、うん、じゃあ一回、まあ落ち着いて喋りましょうか。落ち着いて喋ろう。冷静に落ち着いて喋ろう、ね。まあまあ DJ の大会ですよ、はいはい、DJ の一番こうスキルの、一番ストイックな部分を競い合う大会で、世界で一番歴史のある伝統のある大会ので、日本大会で私優勝したわけでございますよ。はぁ、嬉しい。これマジでおめでとう。マジで嬉しい。ほんまおめでとうございます。これ俺さ、あの、今までさ、この時期2位とか3位で、はいはい、なんかあの負けた世界戦でさ、何年かも過ごしたからさ、はいはい、今自分の頭の中でさ、全然負けた世界戦に飛べるんだよね。全然今あの、自分の脳内で超へこめる、バット。簡単に今バット入れる。あ、もうそのイメージが出来上がってるから。もうリアルに想像つくもん。自分が今負けて想像して、なんかバットに入れながら有楽町に向かって、いつでもそっちのその裏側の世界みたいに飛べるようになってる。全然飛べる。すごいって。そっちの方がリアリティあるよ。そっちの方が経験したから。今まだ実はまあ結構 そんな実感よりも、いや、でもよ、あの、ほっとしたらよかったって感じの方が助かった。
これでやっと生きてられるわって感じ。なるほどな。だって今まで2位とか3位とかで止まったわけですから。はいはい、本当に私ずっとコンプレックスだったんです。なんですか？クリーピーナッツのプロフィール文、はい、MC バトル日本一のラッパーとターンテーブリストでありトラックメーカーの DJ 松永、うん、R して実績、うん、DJ 松永業種やめてよ実績かける実績または業種かける業種でいいじゃん。そうやな、その方がいいわ。 なんか俺の言葉ちょっと厚めにしたいからターンテーブル数でありトラックメーカーで文字数ちょっと足してな文字数で何も保管できないのよ。これにて日本一のラッパーと日本一の DJ の DJ 松永で、うん、おーほんまやね。だから今すぐクリーピーナッツのホームページのバイオグラフィー書いてください即書いてください。あとオールナイトニッポンのホームページも日本一のラッパーあるしてと超絶プレイのみたいな感じで。あらまだそれ、うん、抽象的なのよ超絶超絶プレイなのは当たり前なんで、そう物理的な順位よ、すいませんであと俺が出演した番組の、うん、ラジオとかテレビの番組ブログのアーカイブも全部書いてください、うん、そんな言わんねんちゃんとあんま主人今ネットの海に溢れているターンテーブリストであるトラックメーカーという言葉を全部日本一に変えなさい。分かった。いやでもほんまにすごいからねこれは。いやよかった、本当によかったですよ、本当にこう本当に。いやもうさっきもケーキとかいただいてね、まあツイッターに写真載っけてたんで、うん、ちょっと見てほしいんですけど、うん、俺と R してがなんか抱擁し合う寸前みたいな写真、あ優勝した壇上で、クソダサ写真がプリントされたケーキがいいよね、熱い瞬間嬉しいですよ、本当にもう。いやーまあね、でもまあまあこれで終わりじゃないでしょ。そうなんですよ、日本でこう優勝しましたんで、うん、世界大会が9月28日のロンドンで行われるんで、うん、そうなんですよね、うん、まあでもねプロフィールすぐもう一回書き換えることになるから、え928を境にもう一回日本一のバトル MC と世界一の DJ に書き換えることになるから今まだ書き換え方がいいか。あいやでも一回書き換えて、一回書き換えてすぐ書き換えなさい日本一でそのお手数かけしますが、二度手間になりますが、いやそれやったらそれやったらちょっとだって今のところ、うん、俺クリーピーナッツのオンエアと日本で吠えたこと全部叶ってるっていう今無敵の能力授かってるんだけど、確かにこれほんまにそうやからな。先週やっぱりさ、うん、日本人になりますとか言ってさ吠えたらさなったもんなったんだよね。なったもんな。あの須田まさきと曲やりますって言ったら本当にやるし本当にほんまやな、進撃の巨人出ますって言ったら本当に出たし特殊能力が今授かってる、今本当にスターもらってる感じになってる、ね、今周りバーッ白く光ってる感じ。そうですね、この調子でね、で、もちろん長澤まさみも結婚ということになったし、いやそれは無理や、なったし、先週結婚したら、ね、ホエトさんの結婚入籍したし、してないし、してないし、優勝した後に一緒に役所に行ったんだ。いやいやいや、お前やばいって、その落ち込んだイメージも勝手に作れるけど、その長澤まさみさんと結婚してる世界線にも勝手に作れるようなっていうか、うん、イメージ。俺今どこでも飛べるよ。いやいやこんなやつとラジオできるか、こんなやばいやつと。簡単よ。いやどこでも飛べる。簡単。好きなこと飛べるから、どこ飛びたいどこ飛びたいって感じ。DJ がそれ言ったら怖いねってちょっと。DJ がどこでも飛べるよとか飛ぶとか決めるとか言ってちょっと怖いねってこれよくないんですよ。やめてくれ。いやーすげーよ。メールが届いてますね。ラジオネームオールスパイス、うん、DJ 松永さん R生さんこんばんは。こんばんは。松永さんの DMC での活躍にとても感動し、いても立ってもいられずに初めて番組にメールを送らせていただいた次第です。あらさて、僕は今年3月に、大学を辞め、現在絶賛ニート生活を満喫中の現役バリバリのカエルのチンポです。あ、ね、先週言ってたからね、そのカエルのチンポの中でも小さい方のチンポです。カエルのソチンポです。さて、DMC での松永さんの活躍リアルタイムで見させていただきました。うん、クリーピーナッツとして音楽でもラジオでもすでに結果を残している中、オールナイトで優勝宣言しタイルを 立った上での優勝は本当にしびれました。ああカエルのチンポを代表して言わせてください。あなたはもうカエルのチンポなんかじゃない。あなたはあの日のあの瞬間から正真正銘クジラのアナルです、でっかいでっかいクジラのアナルです。いいんかお前それで。本当に感動をありがとうございました。クジラアナルでいいの？
ワンマンツアーも行かせていただきます。日本一のラッパーとアナル1位のクジラで送るライブ違う、楽しみにしています。違うやろ、あのいいことの例えで合ってるんやんな、そのアナルクジラのアナルって合ってるよね。カエルのチンポがまあ良くない例えとして出てきて、それを一皮むけて成長した男のあるべき姿が、うんね、クジラのアナル、アナルなのいいかお前クジラのアナルでどんな世界観でお届けしてるの。そプロフィールもそれになるの。えそうか、そう日本一のラッパーアルジェとアナル1位のクジラクジラもう分かれへんかい。クジラがこの人横にいた、あのプロフィールってさ分かんない人に説明するための文章だから、そうあの嘘ついたらあかんのよ分かんない人をより混乱させる文章だよ嘘だから俺アナルのクジラじゃないんだよアナル1位のクジラ。いやー、ね、でもさ、うん、あの俺普段ライブとか全く緊張しないのよ、うん、それはなしろよって思うけど、本当にしろよって思うけど、うん、せえへんな。 いや DMC って死ぬほど緊張したね。あそれは正直それなんでなのやっぱ。なんでやっぱ何なんだろうね。やっぱりさあの思ったのはこのライブって、うん、なんかまあ成功失敗なんか自分の中ではあるけども、はいはいはい、あ今日ミスったかもなとか、うん、今日がっちりつかめたなとか、うん、今日やってやったとかあるけど、なんだろう、もう最終なんか勝ち負けは自分で決めれるというか、まあね、うん、なんか結構ぶち上げたとしても、うん、まあ自分的には、ね、なんかあの全力出し切ったかというと違うし、うん、なんか本当に心からあれは本当にジャンプしてくれたのかな、手挙げてくれたのかなって言って分からんとか、みんな結構本当に静かに見せたけど楽しんでくれてはいたよなとか、うん、結構割とこう気持ち受け取り次第だったりするじゃないですか。でも大会の場合はさ、うん、物理的に勝ち負け出るじゃないですか。出ますね。やっぱそれ怖えよな。うん、いや怖いっすよ。だってはっきりとね、うん、あなたは優れていて、あなたは劣っているっていうのをその場でね、物理的にバチンと決められるわけですから。でトーナメントですから、負けてはいはいだ一回戦敗退です。うん、もうこの先すみません戦えませんでしょ。な最後まで用意したルーティンを披露させてもらえませんですから。そうなってくるとやっぱり、もうなんか本当にやっぱり当日からやっぱりさ、もう本当に。会場入った瞬間からさ、もう明らかに普通じゃないというかさ、あもう緊張しすぎてて、緊張してやっぱりリハ終わってから、うん、15時スタートのスタートだったんだけども、うん、結構 3,4 時間空いてたからさ、本番までそんぐらい空いてた、ね、結構ギリもう本当ギリギリまで練習したかったんで、うん、近くのスタジオ借りてたりとかしたのよね、うんうん、でそこで借りてもうギリギリまでもうそのスタジオが練習して、うん、でギリでもう本番の袖に、まあ、芝居の有無に戻ってきて高まった状態、ね、で本番はもう15分前ぐらいに、うん、もう本当に出る本当に出ますみたいな感じになって、うん、携帯こう肩にグーって精神統一したら、うん、ボーって電話かかってきて、うん、もう白番だと思って、うん、でなんか結構発信地出るじゃないですか、はいはいはい、東京都新宿区って書いてあって、うん、俺東京都新宿区からの発信地のやつ大体不動産会社なのよ大体不動産会社出たよと思って、はいはいはい、めんどくせえなと思って、こんな時にな、こんな時なんでと思って、なんか分かんないけど逆に、うん、受信ボタン押しちゃったの、パッて出た、あパッて出たら、あもしもしって言ったら、渋谷道玄坂のゲートウェイスタジオですって、松永さんですよね、お代払ってないですって何してんねんお代払スタジオの、スタジオのさっきまで練習してたスタジオのお前そのお金払わず出てきたんやびっくりした練習終わって、よしここぶちかますかとか言って、レジ通り過ぎてってぶちかますか、あまりにも松田さんがぶちかますの顔で出てたから店員もなんか合ってんねやろなこれ何もそのビビってないから、ビビそ食い逃げとかやったらビビりながら出ていくけど、後ろ舞台行きます、当たり前みたいにまっすぐ歩いていったから、うん、自信のぶりかます、あありがとうございました、いやいやあいつ払ってねえって電話でやっぱ払ってないもんな、あまあ払ってないもんな、電話して電話してって言ってた、松田さん払ってないですかマジっすかとか言ってもうダッシュでもう行って戻ってきて、しかも DJ の個人練習なんか5畳割りとかれるのよ、部屋5畳ぐらいのスタジオ、30畳のスタジオ借りちゃって俺バンドのゲネゲネやな、ゲネに使うやつ、大所帯のバンド、大所帯のバンドのゲネ、スカパラとかの、そうほんとね2万ぐらい俺払い逃げしたからね、おーいすごいな、ほんとにそんぐらい気が気がなくって、で後からその、はい、で本番やってる途中結構家でか、うん、本当にガッツリ練習したから、うん、結構まあでもミスはしたけれども結構なんか完成度高くルーティン披露できたかもなと思ったんだけど、うん、後で動画見たら、うん、結構ガタガタだったんだよね、あそう結構リズムここキープできたなと思ったところが、うん、リズム走りまくってたりとか、いやでも見てたら分からんかったけどな、小説数は拍数間違えてたりとか、
多かったんだよね。やばい、こんだけ緊張する自分に出会えたことにもかなりびっくりしたし、いや本当ですよ。それでもね見事優勝しましたからね。そうそう、でも1回戦、うん、そう、あのもともと本当にあの去年、うん、世界2位だった、はいはいはい、去年2018年で世界2位だったのが日本人なんですよ、 DJ 俊介ってやつがいて、はいはいはい、で今回の俺が出場したトーナメントの一番対局側に俊介が出てって、うん、だから俊介に勝たないと日本一にならないっつって、なるほどな。こう多分決勝で俺が本当に下手こかなくて決勝上がん下手こかずに決勝上がれば多分俊介と当たるんだろうなと思って、はいはいはい、で本当に何だろう、もう1回戦目勝ち上がって、うん、でも本当に俊介と俺あの1回戦2回目両方あの審査員が6人いて、うん、赤青どっち札上げて、うん、観客がこっち片方こっち片方で声上げて計7点なのね、はいはいはい、で7点競ってまあ3点4点、うん、まあ、競るかまあ何点取るかみたいな感じで当たるんだけど、まあ、俺と俊介両方フルスコアで決勝上がったの。全員な2人とも 7-0 で決勝上がって、なるほど、もう最初からお互いに俊介は俺だけだと思ってたし、俺も俊介だけだと思ってたし、熱いな。で俺、うん、今まであの、まあ、散々出てきてなんでか後から気づいたんだけど、あのルーティンに R指定の声を使うっていうのをなぜか分からないけど避けていて、確かにね使ったことなかったっすね。なかったんですよね。なんかまあ相方の声だし、うん、まあ、ある種まあひいき目なしにもう著名ラッパーではあるわけですよ、はい、で R さんの声を使えばまあ盛り上がるは盛り上がるし、まあ形として綺麗なんですけれども、はいはいはい、なんか R の力を借りずに勝った方がなんか美しいかもなというなぜか思っていたのもあり、はいはいはい、なんか捕まってこなかったんだけれども、うん、なんか DJ フミっていう俺の友達がいるんだけれども、はいはい、そいつがえなんでお前 R の声使わへんの、えなんかお前プライドでもあるん、お前のそれこだわりポリシーなんて言われて違う、そんなダサいポリシー持ってない、違うってなって、うん、あのそれは使おうと思って、うん、でももし使うなら、はいはい、決勝だなと思って、もし今まで使わずに本当に1回戦2回戦勝ち上がって、はいはい、で決勝で俊介立った時に R の声使ってでルーティンの一番最後に R さんの声ポンって鳴らして、うん、スンってで大会が終わって、うん、で勝者俺になったらむちゃむちゃ綺麗だなとか思って、めちゃめちゃ熱いなそれで、それで、うん、あのあれだよね、あの、まあ、24日先週24日がジャパン統一だったんだけども、はい、その週の、うん、オールナイトニッポンのブースのこの中で R の声取ったのよ、はい、そうなんですよ、そのルーティンでね、R の声使うからちょっとここで取ろうっつって、はい、でこのブースラジオ放送してない時にここで取ったんですよね。そう、放送前にね金子さんに録音ね、ディレクターの金子さんに手伝ってもらって R の声取って、でそれでルーティン、まあ、2本とも両方 R の声入れて、で最後 R の声で、 R のしかもインでね、インでね、俺のインでね、あのあれシャウトでもちゃんと R イン踏むからでインでポンって終わって、でそれで2人ともフルスコアで上がってきた俺ら同士が、うん、俺もう結構俊介マジで、まあ、もちろん世界2位だし、ね、で今回持ってきたのが世界2位の時より結構やばいルーティン持ってきてたからかなり判定ビクビクしたんだけれども、うん、観客判定で最初、うん、どっち勝った方の、どっち松永勝った時方わーで、俊介が勝ったと思った方わーで声上がるんだけど、最初観客判定終わりでわーって俺の方が来て、よし1ポイント取った、1ポイント取ったまずは、でそれで審査員のジャッジドンっつって、うん、もう赤青33、うーわ33、俊介3票俺3票でギリ4対3で俺勝ち、うーわだっていやーってなったらあーなーうるせえ、あうるせえなってさあってなって、うん、そしたらなんか、まあ、司会のダースレーダーさんが、はいはい、今日はね、うん、あの人も来てるんですよ、 R してとか言って、はと思って俺 R 別に呼んでないんですよ、で R 来てるのも知らないし、え何 R いるんですかと思ってで、そして時間少しだったら R が張り紙ながらスタジオあのステージに上がってきて、うん、えみたいな感じになってで優勝おめでとうってなんかあの恥ずかしいんだけども、うん、なんかハグしちゃったハグしましたねハグしちゃったのよ、うん、でそれもう R もう散々心臓、うん、もうほんと心臓舐めまくった、うん、心臓舐めまくってやっと思いで勝った DMC、うん、で最後に鳴らした音が R の声、うん、で知らなかったある人がステージに上がってきて、うん、お前いいのっつってハグ漫画やん漫画やん、ノーやん、ノーやんな、あれジョールリアでもあるよな
すべての物語に通ずるよ、ね、あの厚さは本当に、ね、さらばの物語、ね、さらばのネタだよ、真っ赤でもあるし、脳でもある、浄瑠璃でもあ るこの先週のオールナイトでさ、うん、あの R がさオープニングで俺に向けて刹那かけてくれたじゃないですか刹那ってさ R さんがその自分が UMB3 連覇した後に書いた曲なんですけど、うん、まあ、UMB に向かう前の自分の心境とかを書いた歌詞なんですけど、それを俺に、うん、自分たちの曲を自分に返ってくるっていう、ね、でそれで俺今回の DMC は、うん、今までやっぱり負けた時のリスクを考えて、うん、やっぱりこうクリーピーナッツで積み上げてきたものってやっぱり少なからず あったから、はいはいはい、やっぱりそれに対してこう悪影響というかね、うん、あのマイナスを与えちゃダメだなとか思ったから、うん、DMC 出るのあんまり周りに言わなかったんですよ。負けた時のリスクを考えて、負けた時に黙っとけばなんか出なかったことになる、なかったことになるんじゃないかと思ってまあずるいんだけどもね、いやいやいや、あのずっとそうやってきたんだけれども、うん、初めて今回出ますって結構ラジオとかメディアで言いまくって、でなんなら優勝しますって言って、うん、なんかやっぱりぐーっとこう改めて考えてみたら、まあ別に勝っても負けても自分がそれをね、その事実とどうしようもなく向き合うことには何ら変わりないから、うん、言っても言わなくても一緒だし、なんなら勝ちも負けも全力でこう背負い込む方が、なんなら腹くくった方がいいのかもしれないなっていうことに考え切り替え、うん、で R さんが実はその UMB3 連覇してで初めて優勝した時、うん、実は同じ状況だったんだよね。同じやったんですよ俺も、うん、まあ、あんまり勝ちに行くみたいなことは周りに言わず、うん、まあ、いつも通りやりますわぐらいのテンションやったんけど、うん、その先輩のエロンさんに言われて、うん、もう実際お客さんの目の前で俺は UMB 優勝してきますって言って、うんうんうん、だから自分で退路立って優勝できたんで、だからと全く同じ、しかも R さんは2回負けたんだよね、はい、そうなんですよ、2回に、1回戦で負けてますから、俺も全く DMC で決勝に2回負けて、ね、で3年目でようやく腹くって優勝してくるわって言ってね、うん、優勝してくるもんだね。いやすごいよ、よかったですよ本当にもう、まあだからほんまにあれでしょ、うん、優勝してからいろんな人から結構連絡来たんじゃないですか。いや本当におめでとうみたいな。俺もうさ、ツイッターのトレンドがえらいことになってるさ、松永さんがとんでもない数トレンド入りして24時間テレビの裏ですごいなお前24時間テレビ初めてこんな、まあ、エゴサーチをつかねえわ、あと LINE もなんかもう見たことない数字が出てて、なんか百何十みたいなのが通ってて、俺そんなことそんなに俺に連絡するしてくる人ほとんどいないからさ、びっくりした。誰とかから来たんですか。やっぱマックス著名人上げると、まあ須田、おい須田雅樹さんから、須田雅樹さんから来た、須田、あの写真付きの自分の驚いてる顔の写真付きの須田。じゃあもうさっきもだってね、あの会議室入ってきたら松田さんえらい言うてじゃないですか、うん、須田さんのそのジングルが嬉しかったみたいな、うん、本当ですよ。昨日須田さんのね、うん、オールナイトニッポンで、まあ、ゲストで星野さん出られてましたけれども、うん、まあ、あの放送中は俺のこと触れないわけよ、うん、でジングルで、うん、なんか優勝や優勝やとか言って、なんかあらこれ完全にこいつかっけえなと思ってこいつあっちやと思う、なんかあの指針入れてくれてさジンクルで指針入れてるのあいつかっけえラジオやってんなあっちいしかっけえ。だって俺その24日、まあ、本番統一、うん、で20前日の23日が俺誕生日なのよ、はいはいはい、誕生日あの本当にあの別にネタとかでも何でもなく、うん、ちゃんとあの LINE ゼロ件なんです。ちゃんとちゃんとちゃんと綺麗に LINE ゼロ件なんです。別に普段通りだから別に何も思わないんですけども、悲しいで優勝するとこんなに来るもんだなって感動しましたよ。でも逆に俺優勝しなかった時の世界戦すぐにもう容易にリアルに想像できるんで全然いつでもへこみます。いやそんな線でいいねわざわざでもあれですね、ちゃんと928に世界戦控えてますね、ロンドンで、うんうん、でまあ、本当に何だろう、最後にするために、うん、最後の DMC にするために今年出たんで、うん、それでちゃんと綺麗に優勝できたんで、で1回呪いは解けたんです、はい、ただ最後だから世界戦に出れるのは多分最初で最後なわけですよ、うん、なんでちゃんと結果残して世界一取れるようにちょっと頑張りたいなと思っております。まあ言ったからね、吠えたら叶う能力持ってるんで私改めて吠えさせていただくと、うん、世界一取ってまいります。それでは今週も始めていきましょうクリーピーナッツの来てるみたいですよ。ラジオネームニルソン、松永さん、須田さんの優勝ジングル初回の放送からあるやつですよこれはなさいよ松永さん、恥ずかしいね。これなんやろな、なんかその世界全部が自分を祝ってくれてるっていうテンションになってたんかな、まっちゃんは。恥ずかしいねこれは恥ずかしい
むちゃくちゃ笑ってくれてるじゃんむちゃむちゃ楽しんでくれてるじゃん自分らこれはちょっと待って、ちょっと待って、え、取り下ろしじゃないの、いや、初回から取り下ろしじゃないの、初回からおいやってくれたな、やってくれたなじゃん、それは松原さんがその勘違いして、だずっと使ってて、で最近あのジングル使ってなかったんですよね、でたまたまあのタイミングで、ね、この間放送でその須田さんのジングルでそれが使われた、そしたら松原さん聞いてた、松原さんは DMC 優勝した、自分優勝したってこといっぱいなってるから、そう、須田さんが俺に向けて優勝って言ってくれる、嬉しい嬉しい、もう世界の全部が自分を注目してるはいいよはぁはぁ、ちょっとあのだからあの会議室で松原さんジングル話してる時ちょっと困っててん、こっち側あのジングルやのになぁさすがに言ってあげられへんなやっぱリスナーが気遣ってくれる、日本一でもへこむんだね優勝した時はそのテンションなりますからね、さて須田に苦情ライン入れたさて、この番組はスマートフォンアプリのミックスチャンネルでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信、ミックスチャンネルのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組ホームページにミックスチャンネルへのリンクが貼ってありますので、そこからでもダウンロードできます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミックスチャンネルでもお楽しみください。本当に取り押しじゃないの、いやもうずっとあったやつやばいよ前半に言われ終わってから言ってよ、立ってられないんだけど恥でお邪魔します。来た木村さん、来た来た、すいませんこんなお時間にとんでもない、もうまず何より、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます、はい、おめでとうございます。いや木村さんに祝っていただけるなんて、そうですよ、いやいやもう、そんなめでたいタイミングで、はい、出させていただけるなんて光栄です、こちらこそ。だから木村さんも会場に実はいらっしゃったの。そうなんです、実は、ね、そう当日行ってらっしゃったんですよね。そうなんです、バトル拝見してまして、はい、僕あのラップユニットやってまして、証言とスライド、はい、 ね、そのバック DJ の DJ 健吾が実は初戦で当たりまして、はい、そう俺が初戦でね、そうなんです、ね、あすいません、あのフルスコアでボロ勝ちしてもうやらしい、言うなそんなこと、7-0 ですよ、お前さ言うな間違いないさあすいません、あのボコボコでしたあのそうですね、あの小指だけで勝った、お前やめとけそんなこと、なんから裸もそんなこと、すいません、すいません、でも DJ 健吾本人は、はい、なんかおかげさまでもっと DJ が好きになりました、いやよかった健吾さん、感謝してますって言ってたんで、いや健吾さんがね、はい、なんだろう、あのめちゃくちゃに俺対策をしていて、はいはい、あのもう R ステイの小ネタを使ったディスとかめちゃめちゃパンパンに仕込んできたんで、はい、まあ、全部返したんですけど、いや間違いない、いやでも木村さん見ててどうでした、その今大会含めます、うん、あの実はその大会を生で拝見するのは僕初めてだったんですよ。そうですよね。そうなんです。なのでそのラップバトルの方は何度も見させていただいてますけど、はいはいはい、あこういう風に行われてるんだとかっていう新鮮な部分もあるんですけど、はいはい、やっぱりそのラップで言葉で返すっていう、はい、そのフリースタイルバトルとまたちょっとこの何ですかね、アンサーの仕方とかがやっぱもう独特じゃないですか。そうなんか MC バトルってやっぱり即興でその場でやるものなんですが、うん、DJ バトルって事前に作ってきたものを披露するってバトルなんで、うん、だからこのそうなんですよ、ね、ある種なんかちょっとデッキっぽいっていうかな、あそうそう、まさしく、まさしく手札が、そうまさしくこのタイミングでどの手札いくかも自分のターンでみたいな、その妙がやっぱり、いやありますよ、なんかいいなと思って、めちゃくちゃあります、めちゃくちゃ、うん、だからこういうネタも俺いろんな種類のやつ仕込んでいて、はい、でこれ言ったらこれ出そうみたいな事前に準備したりとか、だからもう最強デッキで挑んだわけじゃないですか。いやそうか。だってまだ使ってなかったそのカードとかもあるってことやもん。あもうどんなディスられ方してもいいようにこういうネタ。やば。あの童貞ネタ振ってきても絶対返せるようにして。なるほど。すげえ。あのこだから俺クリーピーナッツの曲、はいはい、あのまあ健吾さんが、はい、まあ R氏のこういうネタで返してくれたんですよね。はいはい、でだからクリーピーナッツの曲宣伝してくれてありがとうってこういうネタで返したんだけど。ねうん、全員使ってくる可能性があるから1回戦2回戦3回戦全部用意しといて、でもそれはあの前日に俺の師匠の DJ コマっていう人なんですけど、はいはい、それ2006年の世界チャンピオンなんですよ、うん、で前日の夜に LINE 来て、うん、あ松永と、うん、お前あのクリープナッツのよく考えたらクリープナッツの曲多分使ってくるやつ DJ いるかもしれないから、お前このネタ用意しとくよっつってポンってきて、はい用意しますって言って、ね、用意しといたら健吾さんがまんまとじゃないですか、そのまだに健吾さんすいません、いやいやもうすいません、まんまとハマってきたすいません、ありがとうございます
まあいやでもなんか見事でした、ね、本当に。本当にデュエルってデッキってのは本当にまさしくその通りですね、うん、本当にあのめちゃめちゃ強いネタ例えば純血で出しちゃって決勝ってくださったりとかね、はいはい、本当まさしくその通りだと思います。いやいやすごかったです。めちゃくちゃかっこよかったです。いやでも木村さん来てたら本当にありがとうございます。いやこちらこそこちらこそお邪魔いたしました、ね、まあそのいいんですよ、はい、ずっと DMC やからちょっと木村さんの話聞くなんで木村さんにまで松田さんの話させなかった俺今日会う人会う人に、うん、あのおめでとうございますって言われる前に最初から自分から一言もないありがとうございますって言って言われるからどうせあれだなじゃん。俺ちょっとやっぱ健吾に、はい、ジャイアンの声取らしておけばよかったっすね。いやーそれやったぞそれ強っ。危ねそれですよ。それやったよ。マジそれっす。それだったかな。マジそれっすね。あのクリーピーナッツさんネタで行って、はいはい、アンサーされた時に、はい、ギタギタにしてやるぞみたいな。うわマジそれっすね。それやられたよ。それやっとけ。あそれっすね。あそれっすね。完全にそれっす。いやそっかそういうの完全にそれそれやばそれやばい。日本ゼロミックスチャンネル限定のアフタートークです。ほいね。いやこれまあまあまあ今日はね、はい、木村そばさん来てくれましたけど、ね、そのね来てくれる前にこうずっと話してたこう DMC ですよね。松田さんが優勝した、ね、あれだからなんか申し訳なかったね。木村そばさんの来てくれたのに私のなんか、ね、いや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 私事のニュースがあって本当にでもこれあ DMC その俺も行くこと伝えてなかったんですよね。あそうっすね。でマネージャー森さんも言ってたんですけど、うん、森さんも伝えてなかったというか、うん、なんかこう結構ね、うん、伝えずに来てた人多かったんな。いや多いよ。その俺らの MV をずっと担当してくれてるね、まあ、永田さんとかねとかもあと松田さんの地元の連れまあ一世と言うたねあいつらもみんな伝えずやっぱ伝えたらなんな多分ね全員別示し合わせたわけじゃないけど、うん、俺も森さんもなんか会ってあ言ってないんですか、うん、あ俺も言ってないっすみたいななんか言ったら変にプレッシャーかけるかもと思って、うん、ちょ所内で全員行って、うん、でこうあの優勝した松永さん優勝した瞬間にダースさんがさ、はい、この、うん、じゃあ R してって呼んでくれたじゃないですか、うん、でそっからすぐに出ていきゃよかったんですけど、うん、なんか3分ぐらいかかったやん。何だもた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 お客さんもあけえへんけ来てんのどっち、うん、どっち。いや 俺いいってなったもんなったよ。大丈夫。その間俺超ダッシュしてた客席からステージまでめっちゃ遠かったから遠いよね。そうでその階段みたいな裏口からバーって行って回らないとダメ、うん、なんか裏で見んのも やらしいやん。そう袖で見てんのもまあね。そうまあ、ねやっぱちゃんと優勝決まっちゃんとお客さんの席で優勝っていうのを見たかったから、うん、でそっから移動するの時間かかってその DMC のスタッフの人がなんか2回ぐらい出方間違えてなんか外とか出てあこっち外だみたいな早くもうなんか待ってるんで早く毎年ウームでやってるのになんでスタッフわかんねんどうせよそうでまあそれで俺も出て行かしてもらって、はい、優勝おめでとうってことになったんですけど、ね、あの日だからあれでしょ松永さんもそのさっきも言ってたけど DJ 先輩 DJ からの助言で、うんそのなんていうの絶対ディスってくるからそれの返し用意しとけよっていう、まあ、あの師匠の DJ コマくんね。ねで俺もその前回のアフタートークでも話したけど、うん、その UMB 優勝する前に、うん、その先輩の、ラッパーのエロンさんから助言もらって、うん、で優勝した後、うん、もう一言だけエロンさんからほらなっていうメールが入ってたんですけど、うん、その DJ コマさんからは何かあったっすか、うん、まあ要はホラーな的なラインが届いてそのさあの映像も生配信されてたりとかしたからさ、うんはい、コマくんは新潟で見てて見ててで助言通りに本当に相手が俺そういうような趣旨のディスをしてきて、うん、俺はもうコマくんからこういうディスくるからネタ用意しとけって言ったからもう全部ガンガンにネタ用意してでもそれが全部ハマって即興で全部返して、うん、なガチハマりだっただろコマさんはいっつってかっけえな先輩ありがとうございますはいっつってやっぱもいい先輩持っとく坊主ねやっぱね。いやほんまいい先輩先輩と仲間が結局助けてくれるんですよ、ね、本当におめでとうございます。ありがとうございます。クリーピーナッツオールナイトニッポンゼロは毎週火曜深夜3時間ミックThank you.